チャオなっちゃんです。今日はちょっとねネットマナーの悪さっていう話をしようかなと思ってんだけどもね、ちょっとこれ子供に聞いてんけども、日本人が、日本がネットマナーが世界一悪いっていう話じゃないけどもね、これちょっとね子供がねなんかどっかで統計取ったらしいねんけども、その話をしてて、日本人がネットマナーが一番悪い、これなんでかって言ったらね、日本っていうのはネット後進国やねんね。でネットっていうのはいろんな世界であって、世界でそういうネットが始まってきて、でいろんな人が使ってきて、で長年使うことによっていろんなことがあって、みんながこうネットに親しんでる。でも日本人はそうじゃなく、後発でネットが広がり、それが国民に広がってきて、今スマホっていうものが手に入ることによって、もうほとんどの人、ほとんども日本人のほとんどの人が老若男女関係なしに、ほとんどの人がスマホから手軽にコメントができる。そのことによって、ネットにいろんな書き込みができる。でその中で、情報漏洩、情報漏洩じゃ情報隠蔽されている国のほぼほぼトップに近いところに日本があるんだよね。で中国が、とか韓国がとか北朝鮮がとかってよく言うけど、北朝鮮はナンバーワンらしいのよ。でその後中国とかアメリカとかなんだけども、日本もそこに並ぶぐらい、情報が隠蔽、情報改ざんされている国で、偏った情報、嘘の情報がいっぱい出てきてね、それを信じて、でネットの中に書き込む、まあしてやったりやね、その人らからしてみたら、そういう情報でネットを触ってる人たちが多い。でその中でなんで日本人はネットマナーが悪いのかって言ったらね、まずね、日本人っていうのは日本人の性格上、まあいろんなね慎まやかな生き方をしてきた日本人であって、やっぱり面と向かって人に言う人って少ないよね。大体陰で言う人が多い。これは日本人の特徴やねんけどもね、ズバッと言えない。でその中で、日本人って言えへんからこそストレスを抱えてる。あ、ごめんね、今ちょっとね台本作ったんで台本読みながらやってるんです、珍しくね。で日本人はねストレスを抱えて生きる人が多い。だから発散する場所がないのよ。で今までみたいにネットがなかった頃はそういうサロンみたいなところとかグループがあったりね、サークルがあったり、そんなんでいろんな人とこう発散できてたんが、今日本人グループからこの時代になってきて、これまだ個人情報保護法なんだかんだいろんな、その日本の法律が変わってきたことによって人間が個人プレイするようになってきたんだよ。で人間個人プレイするようになってきてストレス発散できる場所がない、それはもうネットしかなくなってきた。ネットってちょうど都合がよくってね、匿名性であって、でネットから切った時点でその誰かっていうのはプスンと切れると思い込んでる人たちがおるんだけど、もちろん探ろうと思ったら探れんだけど、そういう世界やからね手軽に書ける。もちろんスマホなんかピッピッピッって書いてもうピュッて閉じといたらもうそれであとは知らんみたいな、そんなところがスマホやから、そこがねストレス発散できる場所と思い込んでる人たちが多いんね。でもねよう考えたら四六時中ネットマナーが悪い人っていてるやん。その人は何してんのかって言ったら、これちょっと前の話でもあっちゃんしたと思うんだけど、暇やからね、あまりにも暇やから、することがないからネットマナーにかかるね。で実際社会人とか学生っていうのは普段忙しく仕事してたり通学通勤してたりでね、書く暇がないんよね。じゃあね社会人とか学生にはそういうひどいコメントする人とかいてないのかって言ったらおるよね。それは何か言ったら、その社会の中でもストレスをためて空き時間をネットに使ってる人やねんね。要は、仕事外で空いた時間、自分がリフレッシュしないといけない時間をネットにつぎ込んで、まあ、ネットって麻薬みたいなもんやからね、そこのところで、ストレスを発散する書き込みをするっていうことやねんね。でその中でもねそういうひどいコメントしたりしてね、他人を傷つけたり他人を陥れたりするコメントをする、まだそれだけだけど迷惑をかけることをする人がいてる。その人がやってることをね、あっちこっちにばらまいて拡散したりとか通報したりとかね、そういうことをする人がいる。でもそれはほんの一握りやね。でネットっていうのは
いろんな人の中でもネットの中に書き込む人ってほんの一握り、ね、その中で長文で人を傷つける人は一握り、その中でもやっぱり通報とかする人ってほんの一握りの中の一握りやね、それぐらい少ない人やねんけども、ごく一部でもそれが日本人の中では割合的に多いからこうやって今問題視されてるんだけどもね、結局ネットって何かって言ったらね、遊び場なんよ、はっきり言って。でネットっていうのはいい遊び場、よく使えばいい遊び場であって、悪く使えばこういう人を傷つけたり、人をね、自ら命を絶たすようなことのできる環境であるところやねんね、まあ、言うたら社会の縮図みたいなところやねんけども、で遊び場っていうことは遊び場やからこそビジネスモデルが成り立つんよね。だからみんな遊びにどこに行く、ディズニーに行ったり ユニバに行ったりね、テーマパーク遊びに行く、じゃあテーマパークはみんなの遊び場やから、キャストさんたちも遊び場かじゃなく、あの人たちは仕事してね、誰かが遊びに来たら遊びに来る人で稼げる、儲けられるから、その人たちから稼ぐために仕事してるわけで、みんなが仕事じゃなくやんねやったらテーマパークでね働いて、じゃあなんでみんなが遊んでる時に自分ら仕事しなあかんねんって気持ちじゃない、それはお金稼げるからね。それと一緒でインターネットの中でもみんなが遊びに来てる中で仕事をする人もいてる。だからみんなが結局何してんのかって言ったら、嬉しがって書き込んでる掲示板だって、管理人っていうのはそこに広告ついてるガッポガッポ稼いでんねんね、そこでビジネスしてるね。でみんなが、見ていって動画見て気持ち悪いだのおもろないだの文句言うてる配信者がいてるけど、その配信者っていうのは配信することで儲けてる、そう仕事してんのね、まあ、仕事してへん人も趣味でやってる人もいるけどね、仕事してる人も、要は人が仕事してる空間と人が遊んでる空間とか入り乱れた空間でやってる。でも社会もそうやね、会社で、車って趣味のもんやと思ってるけども、趣味の車スポーツカーを買いに行くけど、売ってる人は仕事で売ってんねんからね、要は仕事場と遊び場ってごちゃごちゃになってね、要は社会の縮図と一緒やと思うね、ネットっていうのは。でその中で遊んでる人がいてる。だからねその中でなんでそんなところでひどいコメント、ね、マナーの悪いことをするのかって言ったら、自分のストレスを発散しに来てるんよね、匿名をいいことに。でその中でも仕事してる人たちがおんのに、仕事してる人たちに迷惑をかけてストレスを発散する人が出てくるんだよ。なんでかって言ったら、仕事してる人たちっていうのは仕事してるわけで、遊びに来てる人は遊びにしてるわけで、遊んでる人たちと仕事してる人っていうことはやってることが真逆なことをやってるから、やっぱり合わへんのよね、合わへんからこそやっていく。逆に仕事でやってんねからこそこれぐらい言ってもいいんでしょっていうね。それと一緒で、やっぱりお客さんって思い込んでるから、店員さんに暴言吐いたり、お金払ってんねからあれぐらいせえよとか、店員さんがちょっと失敗したらもう金払わへんのとか人がいてる。それと一緒でお金稼いでんねから YouTube で動画を出してて SNS で書いて拡散して、そのことによって何かしら稼いでなくても自分が、インフルエンサーとかになって目立ちたいがために叩かれてもいいんでしょってやってるのはね、仕事でやってんねから叩かれてもいいんでしょっていうのと一緒やねんね。でその中で仕事してる人に迷惑かけることによってストレス発散する人が出てきてる。でそれがね、立ち悪いのがやっぱりね、稼ぐためにいろんなネタをしてる。要は普段せえへん、誰もせえへんことしてね、例えばまあ動画のネタで言うたらね、大食い、今日は何々縛り、店舗で、こんなネタあんなネタでとか、食べ物で遊んだりみたいな動画で稼ぐ、やってるのに、それを真面目に捉えてね、それが迷惑やの悪やの言うてくる、それは違うと思うんだよね。エンターテインメントでやってるわけやね。じゃあまあアニメを見てね、いたずらしたからってアニメに真剣に怒ってアニメの、ね、主人公を訴えるぞって言うてるのと一緒やねんね。まあそんな感じのことやねん。でまあドラマがね、ドラマの悪役に真剣に注意したりね、その悪役をね改心させようと思って変えようとさせてるのと一緒やねんね。だからドラマの中でね、例えば悪役犯人が殺人を犯しました、だから実際に警察に電話かけて、何時何時の何チャンネルでやってるドラマの中の
誰々っていう人が犯人で人殺しました、おまわりさんあの人逮捕してください言うてんのと一緒やねんね。結局YouTube とかねあんなところでやってんのなんて所詮ネタやねん。誰もやらへんことをやるからこそ楽しい。みんながやることをやっとっても何もでね、今日は朝から起きてね、子供のお弁当を作って、で、洗濯して、でせんべい食べてお尻かきながらドラマ見て、で昼ご飯作って食べて、旦那が帰ってくるようになって帰ってくる前に晩ご飯作って、で旦那帰ってきたらめんどくさいなって言うてる生活と同じものを流したところでね、共感はあるかもわからんけど、そんな面白いですか？面白くないでしょ。だったら自分がでけへん大食いしたり、自分がでけへん偏食したりとか、自分がでけへん店舗で食べたりとか、そういうことをしてるからこそ面白いんやと思うねんね。でもそれを見て面白いんじゃなく真面目に捉えて、それがおかしいおかしいって言ってるのは結局作り物、ドラマの作り物を見てそれを真剣に実社会の警察に通報してるのと一緒なんよ。やってることは結局 SNS、 YouTube なんかはエンターテインメントなんよね。そのエンターテインメントにね真剣になんて文句言うなんて本当ナンセンスちゃうかなってなっちゃうもんね。でこれがねやってることが自分がもう正義やと勘違いしてるね。もうそれこそまさにね、あっちゃんがいつも言ってる通りネットオナニーやと思うね。要は自行為でしか過ぎひんのよ。自行為って自分で収める行為、自分のストレスを収めるためにオナニーしてんのよ。はっきり言って正義の味方になって、そういうことやとあっちゃんは思う。いつも言ってる、これもう何年も前からあっちゃんこの話はしてんねんけどね、なかなか伝わらへんから毎回言わなあかんねんけど、そうやってね自分が正義の使者やと勘違いしてね、で悪を正してる、悪を改心させてるって勘違いしてやってるんだけども、その奥に何があるのかって言ったら自らのストレスを発散してるんよね。でも実際、ストレスが取れたわけではない、自らのストレスの原因突き止めて解決したわけじゃないよね。みんながなんでストレスをためて人にアンチコメントしたり通報したりしてるのか、要はストレスが原因やね。ストレスのない人そんなことせえへんからね。そのストレスをそんなことして発散してる、バカやブサイクや汚いだの言うてストレス発散してんだけど、なんでそのストレス溜まってんのか言ったら、社会であったり夫婦であったり子育てであったりいろんなことでストレス溜めてんだけど、その根本的な原因を解決せずに他人でストレス発散してるから、元々のストレスが解消したわけじゃない。だから自分のストレスを見て見ぬふりしてるだけやねんね。だから次から次とストレスっていうのは増えていくんよ、増幅していくんよね。でもそれを発散してる、要はコップに水が溜まっていきます、溜まってきたらあかんからここからかき出して捨てていくけど、だんだんストレスが溜まっていく、かき出す、いつまでもストレスが溜まってくるっていうことやねんね。そんな状態が今その人の状態だからこそ、そんなことしているからこそやっぱりストレスが溜まってくるから、さらにネットで正義を振りかざしていかんと生きていかれへん体とか思考になってきてるんよね。だからそれがストレスの原因を突き止めてストレスフリーになったらそんなことせんでえのに、いつまでもいつまでもストレスが溜められる。だからこそネットで叩く、ネットで叩くことによって社会で、実社会で生きる時間がネットで関わる時間に削られてるから、余計に自分のストレスと何ていうかな、自分のストレスを見つめ直す時間ではなくなるわけ。そうしたらやっぱり対人間やから、そっちの方のストレスを与えてくる人間との関係っていうのは余計に悪くなってくるんだね。だから余計にギスギスしてくることによってストレスはさらに溜まったら吐き出さなあかんから他人を叩く、もうこれの繰り返しやとあっちゃんは思うのよ。だからそれのスパイラルに陥ってるだけのことであってね。なんかこれがね社会の悪であり弱い者いじめの典型的な行為ちゃうかなってあっちゃんも思うね。だからねネットっていうのはね、相手がねマッチョであろうがね、ヤクザであろうがね、もう侍であろうがね、匿名で陰から石投げてんねんから何にも怖いことないよね。自分が一番強くなった気分やね。要は人を叩く時って自分より強い者がよう叩かん、自分より弱い者しか叩かんね。だからネットの掲示板やったら相手がプロレスラーであろうが何であろうが平気で叩けるんよね。じゃあ実際面と向かってゴリマッチョ相手に胸ぐらつかんで言えんのかってよう言わんでしょ。だからネットでやるんよね。それが本当に正義ですか？あっちゃんは弱い者いじめの何者でもないと思います。皆さんの意見ちょっとお待ちしてます。この意見に対して賛否両論、コメントお待ちしてます。
ではまたね、バイバイ。また続きいろんなお話していきたいと思います。